はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。お願いします。はい、先ほど、終わりましたね。あの、ジャイアンツ対、ドラゴンズの試合解説をやっていこうかなというふうに思います。はい、結論から言いますとね、11対5でジャイアンツが今日勝ってます。はい、まあ僕の予想通り、勝ちましたね。はい、じゃあちょっとね、得点シーンをちょっと振り返っていきまして、で、その後に僕なりの視点でね、右側で解説していきますんで、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、野球をもっと詳しく知りたいって思う方は、見てみて損しないと思うんで、ぜひね、最後まで見ていってください。はい、あ、ちょっと言い忘れましたけど、このチャンネルはね、元ジャイアンツの選手だった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今年中にですね、2023年中に、登録者数1万人を目指しておりますので、ぜひ皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。すいません、いやらしくてすいません。はい、そんな感じでね、じゃあまず得点シーンを振り返っていきます。はい、まずちょっと多いんでね、ちょっともう簡単に言っていきますけども、はい、1回表にワンアウト3塁から宇佐美の二塁ゴロで1点先制と、ドラゴンズが1点先制。その後に、ツーアウトから細川のホームランが出ましたね。で、初回2点入りました。で、1回裏、ワンアウト1、2塁から岡本和真のスリーランで逆転に成功ですね、ジャイアンツがね。で、2回の裏に、ノーアウト1、2塁から坂本さん、今日復帰した坂本さんが2塁打で、2得点と。で、ツーアウト2、3塁から丸さんのヒットで1点を取りまして、この回3点と。で、3回の裏にも、坂本さんのヒット、タイムリーで1点を追加しますと。で、4回の表には、ノーアウト2、3塁からピシエロのヒットで1点。で、ノーアウト1、3塁から村松の、セカンドゴロで1点というところで2点返します。で、5回裏には、ジャイアンツが、ブリンソン、代打でね、すごいホームラン打ちまして、ソロホームランで1点を追加。で、6回表、に、ワンアウト2、3塁から、まだ村松のヒットで、1点ですね。で、8回裏最後に、ツーアウト2塁から丸さんの、タイムリーと、ツーアウト2塁から、左中間、大城さんで言うと逆方向にですね、ツーランホームランを放って2点というところで、この回、8回裏は3点というところで、11対5というような試合になっております。はい、じゃあちょっと僕なりの視点でね、右側でちょっと語っていこうかなというふうに思うので、ぜひ見ててください。はい、まあ、こんだけ僕はちょっとこう、気になったところがあるんですけども、はい、じゃあちょっと時系列的に振り返っていきます。はい、まず1回表ね、2アウトから細川にホームランを、井上春人は浴びるんですけども、2ストライク追い込んだ後の、150キロの高めのボール球を逆方向にホームラン打たれてるっていうことで、ちょっとね、普通こんなボールなかなか打てないんですよ。それ結構なボール球だったので、そんな打てないと思うんですけども、ちょっとね、ストレートのガン的に、ストレートのスピードガン的に、意外とボールは走ってないのかなっていうふうに僕は思っちゃいましたね。さすがに2ストライク後で、普通にボール球なんですよ。真ん中高めのボール球やったんですけども、あれをさ、ね、細川で言ったらライト方向ですわ。だから逆方向になるんですけども、それを逆方向まで飛ばされるってなかなかないので、ちょっと今日は、春と、ガンは出てたんですけど、あんまり球走ってないのかなっていうふうに、ね、僕は思いました。はい、で、1回ぐらいね。で、涌井投手に関してもね、なかなかこう、ストレートが高くてね、制球も良くなくて、あんまり良くなかったですね。初回からね。で、まあ、カズマがスリーラン打って逆転に成功するんですけども、その後もね、ヒットが続いたりしててね、そのスリーランだけで終わらないというところは非常にジャイアンツの攻撃としては良かったかなというふうに思います。はい。で、次に2回表ね。2回表、ノーアウト2塁というピンチで、村松と鵜飼を三振。で、ピッチャーの、涌井も、三振に取る。三者連続三振取るんですけども、まあちょっと配球を変えましてね、変化球を中心にした配球に変えましたね。村松に関してはカットボールを中心に、鵜飼に関しては、チェンジアップを中心に、大城さんが配球を組み立てましてね、
このピンチを、三振、三者連続三振で切って取ったっていうところはね、非常に、春と井上投手がね、立ち直るきっかけになるんじゃないかなっていうふうな思いで僕は見てました、この時はね。はい。で、次、2回裏ね。まあ、先頭井上が、春人がヒット打って、吉川直樹がフォアボール、得点確定というふうに書いてますけども、まず井上の、春人のバッティングなんですけど、僕非常にね、あんま知らなかったんですけども、非常にバッティングいいなっていうふうに思いました。はい。打ち方なんかを見てるとね、普通に、山崎伊織並みにね、バッティングいいなっていうふうに思いましたね。で、この間の阪神戦の時もあったんですけども、阪神戦の時は逆の立場だったんですけども、逆の立場というか、戸郷か。戸郷がヒット打って、そこから点に繋がったっていうところがあったと思うんですけども、やっぱりピッチャーに打たれてしまうと、やっぱり大体ね、ピッチャーっていうのは9番にいることが多いので、1番にね、繋がれるっていうところがあるんでね、やっぱりその点に絡む可能性が非常に高いのでね、まあ涌井投手からしてもそんなことは分かってると思うんですけども、やっぱりピッチャーにヒットを打たれてしまうっていうのは、まあ罰金もんというかね、まあ実際罰金取られてると思うんですけども、あまりよろしくない。得点が入る、パターンだと思いますし、なおさらね、この1番の吉川選手をフォアボールで出してる時点でね、もう、だってノーアウト1、2塁で坂本さんですから、まあ得点確定みたいなもんですから、今日で言ったらね。うん、だから、ね、なるべくピッチャーを、まあ分かってますけども、フォアボールでやったりとか、ヒットを打たさないっていうのが、まあセリーグの野球の戦い方かなというふうに思います。はい、で、3回表ね、井上が、ストレートをこの回は安定してましてね、三者凡退で切ったんで、ね、僕、これ、これ、先ほどの変化球で、感覚が変わって、ストレートが安定してきて、今日は 5イニング、6イニングぐらい投げれるかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ実際投げれなかったっていうところがありましたね。はい。で、3回裏ね。で、ノーアウト1塁から、バッター井上だったんですけども、門脇が、1塁ランナーで、スチール、盗塁を成功させましたね。これ非常にね、相手の隙をついたいい走塁だったと思います。まあね、僕もキャッチャー出身でやられたことあるんですけども、ピッチャーがバッターで、ランナー一塁で、まあ 100% 送りバントやろうっていう風な感じで思ってて、いきなりこう、スチールされた時っていうのは、大概アウト取れないですね。はい。それにね、これ左ピッチャーだったと思うんですけども、左ピッチャーであれほどのスチール、スタートを切られて、まあキャッチャーの宇佐美さんも、まあそこそこいいボールを投げたんですけども、それでも全然余裕でセーフっていうことは、まあピッチャーが相当の無警戒。まあバッテリーですけども、まとめてバッテリーですけども、バッテリーが非常にこう隙があったというかね、これはね、ジャイアンツの立場からしたら良かったですし、逆にね、守備の時には絶対やってはいけないような隙の与え方だなっていうふうに思います。はい。で、次4回表ね、ノーアウト2、3塁からビシエロに、タイムリー打たれるんですけども、ハルト、井上選手のスライダーが高いなっていうふうに思いました。これもね、1打席目ビシエル選手に、センターオーバー打たれてまして、まっすぐ打たれてるんですよ。で、この間阪神戦でもありましたけども、この間の阪神戦の時、大山選手にホームラン打たれた時は、打たれた球を極力投げないような配球、次の打席で、投げないような配球を大城さんしてたんですけども、このビシエドに対してはね、打たれたまっすぐから入ってたんですよね。それは非常に僕は裏をかく意味で良かったというふうに思うんですけども、まあ裏をかいたりとか、相手の狙い球を待つ、どういう狙い球を待ってるのかっていうところを探る上でね、そういう打たれた球から入るっていうのは結構有効的なんですけども、これでビシエド選手がね、もう満振りしてきたんですよ。で、満振りして、タイミングのあったね、真後ろのファールが飛んだわけなんですよ。で、まあ、ここで考えられることとしては、キャッチャーの心理からすると、あ、やばいって思うんですよ。打たれた球、前の打席にセンターオーバーを打たれてますと、ストレートをね。で、次の打席に何を探ってくる、何を狙ってるかわからないから、打たれたボールで入ってみようっていうところで、満振りされてタイミングドンピシャなんですよ。で、うわ、これきついな、もう一球行くのはきついなってやっぱ思うんですよ。で、そこで、おそらく、大城さんはね、インコース行く目のスライダーを要求したんですよね。これは、おそらく、これボール球になってもいいよっていう、とか、ボール球を投げてくれっていうようなサインだったと思うんですよ。スト
ストライク、ワンボール取ってる、ワンストライク取ってるんでね、全然余裕があるので、また変化球でまた、タイミングを外したりとか、タイミングを探りたいというところがあったんで、絶対これはボール球に投げてくれっていうようなサインだったんですけども、これが、真ん中に浮いてタイムリー打たれるっていうところでね、これはね、非常にね、井上投手の意識が足りないというかね、もうそこまで考えれてないというか、アップアップというかね、全然その、意識がなかったり、ここは絶対ボールじゃないといけないっていう意識が全然その投球フォームから感じられなくてね。まあ今日原監督がすごい怒ってましたけども、それはね、怒るだけの理由は僕はあるというふうに思いますね。まあみんな期待してるだけにね、こういうちょっとこう、なんて言うんだろう。気持ちの入ってないというかね、ただ投げてるだけのような感じだったので、キャッチャーに言われた球を投げてるような、ただのバッティングマシーンのような感じに見えたので、それは良くないなというふうに思いました。井上投手には期待してるだけにね、そういうちょっと厳しい言葉も僕も、ちょっと言っていこうかなというふうに思いました。はい。で、これね、6回表なんですけども、ワンアウト1塁から、ビシエドが、またね、センター前打つんですけども、これでブリンソンがファンブルをして、ワンアウト2、3塁か、2、3塁を作ってしまうっていう、場面があったんですけども、まあ、こういうプレーをしてるとね、やっぱりこう、いくら打ってても、ブリンソン、スタメンで使わんとこかなとかなってしまうんでね、そういう、せっかくね、今日も代打でホームラン打ってるわけですから、そこはちょっと大事にしてほしいというか、まあ、日本の野球はね、結構やっぱり細かいというか、なんて言うんだろう。やっぱりしっかり外のない、守備であったりとか、まあ、走塁もそうですけども、求められてくるので、そこはね、まあ、一年目だからちょっと、前々からの癖が抜けてないかもしれないんですけども、そこはね、日本の野球でしっかり活躍したいんであれば、そこはしっかり、引き締めていくところだと思うので、ブリンソンにはまあ、これからちゃんとやってほしいなというふうに思います。まあ、なかなか治らないんですけどね、そういうところはね。で、最後ね、今日、秋広、まあ、これはね、視聴者の方に、投げかけというか、問いかけなんですけども、秋広が今まで3番打ってたんですけども、5番に今日入ったんですよ。で、それ、プロ初だと思うんですけども、それについてどう思いますかっていうところなんですけども、まあ、僕の考えとしては、僕はいいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、というのも、今までカズマが4番にいて、秋広が3番に入ってて、5番に入る打者っていうのは、カズマより打率が低い打者が入る、ずっと入ってたと思うんですよ。カズマより打率が高い選手っていうのは、秋広しかいなかったので、秋広、岡本の並びになると、岡本の下には、岡本より打たない選手が、入ってたと思うんですよ。でも、今日3番に梶谷選手が入ってましたけども、まあ、梶谷選手ね、まあ、状態が今、まあ、いいっていうところで、まあ、今日3番入ってましたけども、それでね、ちゃんと今日みたいにね、回ってるんであれば、僕はね、秋広選手を5番に置いても、まあ、岡本選手がね、勝負されなかった時とかね、やっぱ今まであったんでね、そういうところに秋色を5番に置いとくとね、もう岡本選手で勝負せざるを得ないっていうような状況を作り出すことができるので、僕はね、まあ、秋色選手が5番で全然適応してくれるようなら、全然僕は5番の方がいいのかなっていうふうに思ってますし、秋色5番に置いて3番にね、こうしっかり機能が回る、今だったら梶谷選手かもしれないですし、まあ坂本選手や丸選手やわからないですけども、丸選手、しっかり機能する選手がいれれば、もう、なんていうか、勝負せざるを得ないようなことになるので、相手からしたらすごく脅威に感じると思うので、僕は3番から5番に落ちたっていう表現というよりかは、落ちたっていう表現ではなくて、そこの適任かなっていうふうに思いますし、まあ皆さんはどう思われますか？わからないですけど、僕はそういうふうに思ってますんで、もしね、そういう意見のある方いらっしゃいましたらね、コメント欄で、教えてください。いろいろ僕も意見知りたいので、ぜひね、秋色の3番から5番でもいいですし、今日の試合の内容のことでもいいので、ぜひね、コメントいただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じでね、元ジャイアンツの選手だった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に、本当に毎日動画を YouTube にアップロード、してますんでね、ぜひね、こいつ頑張ってんなーって思ってくださる方、いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
はい、毎日、19時に、動画をアップロード、してますんで、ぜひね、19時になったらね、YouTube を開いてもらってね、僕のチャンネルページに行っていただくか、まあ通知をオンにしていただくと、まあ勝手にこう通知が行くみたいなんで、ぜひね、そんな感じで僕の、YouTube をね、見るっていうのを、一日のルーティンに加えてみてください。はい。まあコメントもね、コメントであったりとか高評価の方も、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、まあ今日は解説やっていきましたけども、まあ明日の試合も解説やっていきますんで、ぜひね、見てみてください。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。これからもどうぞ何卒よろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあねー、バイバーイ。